アメイロケアリとは、八目、アリカ、ケアリ族に属する昆虫である。アメイロアリとは妙が似ているが、別族であり全くの別種。働きアリの体長、4から4.5ミ、mm、リメートル女王アリの体長、7から8ミリメートル一方女王の体色は黒く、一時的、社会規制を行うために黒草アリのように艶があり、凹凸のない体型をしている。女王アリは、飛び色ケアリ。 林家有に一時的社会規制をすることがわかっている。7から8月に結婚飛行を終えた新女王は、飛び色家有などの巣に侵入し、働き有を一匹殺し匂いをつける。そのまま殺した働き有を加えて巣の奥に進んでいき、相手の女王を殺してしまう。自然界ではこの時点で、ほとんどの新女王が規制に失敗し、殺される。 同じ一時的社会規制をする種類としてトゲアリ、ヒラシクサアリなどがいるが、規制方法はやや異なる。また、本州はクロクサアリに一時的社会規制されることが知られる。平地でも見られるが、働きアリはあまり地表に出ないため、見かけることは少ない。北海道、本州、四国、九州ヨーロッパ、東アジア、北アメリカ、レイジスンブレイトス。 インテグレーテッドタクセナミックインフォメーションシステム2012年6月3日閲覧ありがとうございます。